はい、こんにちは。渋谷駅八甲口改札から京王線までの道説明させていただきます。左手にすぐ回っていただくと階段見えますので、そちらを2階に登っていただきます。2階まで登っていただくと、あとはもうまっすぐ進んでいただくだけになるんですけれども、少し右寄りに歩いていただくと確実かと思います。まっすぐまっすぐ歩いていただくだけになります。ちょっと人が多くてですね、見えにくいんですけれども、空いてる時間でしたらもうこの時点で、駅の改札が見えているような状態です。右側ですね、切符売り場ありますので、右側で切符を買っていただいて、あとはもう目指すだけです。到着。